でね、よろずや金之助がどうしたって。いや、あの、よろずや金之助のサングラスについては、あの、ちょっとね、あの、調べてみてくださいね。いや、調べねえよ。え、いや、絶対おかしいもん。よろずや金之助のサングラスどうでもええわ。まあ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 、あ、もういいですね。で、あの、なんかさ、はい、あの、途中からバブリーな話しててさ、ちょっと俺ね、もともと聞いてみたいなっていう昔のさ、はい、あの、話、ちょっと遡って、せっかくだからおじさんたちの懐かしい話としてね、はい、もともとひーちゃんバイク乗るきっかけなんつっていうのはどういう入り口があったの？バイク乗るきっかけはあれでしょう。最初ほら母さんのとこに V100 を持ってきたでしょ。これ、いや、だってそれってずいぶん最近の話っていうか、まあ言っても10年くらい前なんですよ。で、最初ほらタイヤ交換かなんかをやってもらって、うん、で、なんだっけ、いや、だからもともとその V100 っていうのは通勤の足なんかでっていう、別にそんな趣味でも何でもなく、全くなかったです。ただ漫然と V100 乗ってって、うん、あ、それまでだからバイク熱とかはなかった、全くなかったっ、ね、ああ、そうだったのか、全く興味なかったから。で、V100 壊れてうち来て、で、あれですよ、V125、うん、赤いやつを盗まれちゃったやつ、うんうん、あれからバイクもカスタムができるんだっていうことで、それでもう、トントン拍子で。でね、大型免許取って、そうですね、はやぶさ、はやぶさ買って、うちでご購入いただいて、で、盆栽バイクになっちゃった。そして盆栽バイクが突き進むというね。そうです。本当、なんだろうな、その車歴はすごいけど乗ってないというね。ほとんど乗ってないと。いや、バイクは乗れないんです、僕は。いやいやいや、の大型免許なんかすぐ、2、3回で取ってきたんじゃなかったっけ？ 3 回目で取ったんだっけ？すごいでしょ、それ。試験場パッと行って3回目で取るって。いかつけ。それすごいすごいです。3回です、うん。で、取ってきた日に、もう、はやぶさオーダーしたでしょ。うん、すごいすごいすごい。そうか、きっかけとしてはね、いや、センスあるのに乗らないってなかなかのもんだよね。ほんと、盆栽。免許いらなかったんじゃねえのぐらい乗ってないで、腰痛くなるし疲れるし重いしみたいなね、うん、こんな感じなんだ。そんな感じですよ。いや、だからあのね、あのね、あの昔のそのローリング族とかね、あ、さっき話してたんですね、うん、さっき、まあ、ちょっとキーワードで出ましたけど、どうなんですかローリング族って。ああ、でも俺がもともとオートバイ始めるきっかけっていうのがローリング族からなんだよね。もうだこの間も動画で撮ったんだけど、もうあれですよ、とても動画では言えないようなことをやってましたよ、やっぱり。違法な行為っていうね、認識があるし、ローリング族どうですかっていうか、あの、僕らの時は走り屋って言ってて、そのローリング族っていう名称っていうのは取り締まる方が勝手につけただけで、僕らはローリング族なんて言ったことない。そう、自分も走り屋っていう方がやっぱりしっくりきますね。うん、さっきの車庫端の話じゃないけど、古い世代はね、うん、僕らぐらいも走り屋の方が全然、うん、そう僕らより上の世代ってね、走り屋の方がしっくりくるんじゃないかな、うん、ただなんかね、ちょっと本当にもう改めてお詫びしたいですわ。もう今のバイク乗りがね、僕らのそのローリング行為によって、ローリングローリングでローリング行為によって迷惑を被ってるんだとしたら本当にお詫びしたいけど、うん、ただ、うん、ただね、言い訳させてもらえるならば、あの当時、はい、あの雰囲気で、はい、バイク乗るのは当たり前でさ、ローリング行為も、いや、いたんだよ、その当時も、まあ、もう30年ぐらい近く前の話だけど、ええ、その当時も正統派のライダーはいて、ローリング族なんていうのは、まあ、当時走り屋なんていうのは、ええ、クソガキどもが、命がけでやって、あんな反社会勢力みたいなぐらいのね、で、あの正統派ライダーなんかいて迷惑してたと思うの。だからやっぱり時代時代でそういうちゃんとした人たちと、その違法な方へ走る人たちっていうのはいて、あの当時はね、やっぱり異常、ものすごかった、その本当走り屋という勢力の、そのバイク人口もすごかったし、男の子はで、車人口もすごかったしっていうあれですよね。暴走族だってそうだしね、景気も良かったから、まあアホなやつもいっぱいいたし、それを言っちゃったら、だってね、今だってさ、正統派ライダーばっかりなわけじゃないじゃん。
今だって暴走族もいるしね。だから、ね、それをなんとかして、なんとか会とかね。とか、ただ、ね、すげえ言われんのよ。ローリング族全盛の人間がすげえ叩かれてるから、今のあの若手に。俺も本当それはね、申し訳ないとは思うんだよね。残念だって。それをさ、言うと、なんだろう、ローリング族、かっこ、閉じ、あ、かっこ、走り屋、かっこ、閉じなのか、走り屋、かっこ、ローリング族、かっこ、閉じなのか、どっちなのかね。困っけえな、まあ、どっちでもいいわ、そんな。そうね、まあ、言うならばどっちなんだろう。でもうちらからしたら絶対走り屋っていう方が絶対響きがいいわけじゃないですか。あ、だからやってた人たちはそういうのはあるかもしれないけど、ね、違う、もうとにかくそれが迷惑な行為だと思ってる人たちからするとどっちでもいいわけで、特に、そうですね、特に今の若い子なんかは走り屋なんていう言葉はキーワードは全くないからね、ローリング族にはがローリング族のせいで今走れない道路もあって、あのバイクを趣味にしてる若手がさ、迷惑被ってますみたいなことになってて、でさ、なんかあちこち動画見ると最近ローリング族なんかがの動画が結構目についてさ、なんか昔走りやローリング族やってた人と現在バイク乗り正統派のライダーがコメント欄で揉めてんだよ。コメント欄で不毛だなと、なんか あのね今の子たちと昔の人たちがそのすごい温度差があるっていうことでしょ。もう引退しちゃってる元ローリング族が、いや昔は良かったみたいなこと言って煽るから、今の正統派の乗り手が怒るんだよ、おめえらのせいで。こんな規制もあって、オートバイもつまんないもんなったみたいなとか、あとはもういまだにうちらの世代では現役で山を走る人たちがいるわけ。そういう連中が、でわー、かかってこいや、俺ら様にかかってこいやみたいな、やんちゃな40、50のおじさんがいて、昔はいたじゃん、何々峠、最強とかさ、今月君で5人目だよみたいな。で最速って何人いるんだよみたいなさ、ね、おじさんたちがいまだに、だからもうねやめてほしいんだな。それいや、やっぱり山道をさ、そんな違法な速度で走って勝手に事故って死んでくれりゃいいけど、それもさ、人巻き添えにしたらさ、そうなん、ね、勝手にやってくださいってわけいかないじゃない。それはダメです。それはダメなの。で今の若手もそんな昔のローリング族に文句言ったってしょうがなかろう。だってものすごいもうね、500度ぐらい温度差があるんだから。そう、当時の熱い波を考えたら、今正統派気取ってる若い子たちも、その時代に生まれてたら、多分8割方やってるよ。そうやってます、絶対やってる。そういう時代だったんだもん。ね、だからここで揉めてる時に、あんまりやり玉に上がらないのは、その当時その時代を煽った